イラク料理、イラク料理は、イラク、イラク共和国で食べられている料理の総称で、メソポタミア料理とも呼ばれる。イラク料理は、他地域で食べられているアラブ料理やトルコ料理との共通点が多いが、他のアラブ諸国で食べられている同じ料理と名称が異なるものがいくつか存在する。肉料理のティッカ、串焼きの肉は、他のアラブ諸国で言うケバブを指し、イラク料理のケバブは、 他のアラブ諸国で食べられているコフタ、肉団子に相当する。焼いた羊肉の塊を削いで供するシュワルマは、イラク料理では、ガスと呼ばれ、キルを意味する、カスのイラク方言に由来する。伝統的な朝食には、平たいパン、コップス、ホブス、チーズ、ヨーグルト、塩漬けのオリーブ、ベブス、ナツメヤシから作る蜜、ゲーマル、ガイマール、水牛の乳から作る生クリーム。 紅茶が出される。デブスとゲーマルはイラク人のエネルギー源となっている。コース料理はメゼ、前菜、サラダから始まる。続いてティッカ、クッペ、ガスなどの肉、ウオ料理が出される。イラクではトルコ由来の詰め物料理であるドルマも人気がある。他のアラブ諸国ではドルマはマフシュと呼ばれるが、イラクではドルマ、マフシュ両方の名称が使われている。 玉ねぎをくりぬいて中に具を詰めるドルマは他のアラブ世界には見られないイラク独特のドルマである。およそ1万年に及ぶ長い歴史を持ちシュメール、バビロニア、アッシリアなどの古代国家に遡る。イラク内の遺跡で発見された粘土版には宗教的な祝祭の際に寺院で準備される料理の列史が記されており、この粘土版は 世界最古の料理本とみなすこともできる。古代のメソポタミアには高度に発達し、洗練された文明が存在しており、他の文化と同じように優れた料理の技法が育まれていた。イラク北部のジャルも遺跡の発掘調査では、紀元前6750年頃のものと推定されるピスタチオナッツが発見されており、この頃からピスタチオは、 一般的に食されていたと考えられている。紀元前1900年頃に制作されたと考えられている。アッカド語、シュメール語の古代イラクの大約辞書には800種類以上の料理、飲料の名前が収録されている。20種類のチーズ、100種類以上のスープ、300種類のパンが含まれ、様々な材料、フィリング、形状のパンが記録されている。 紀元前1700年頃にバビロンで書かれた年度版には24種類の肉と野菜の煮込み料理、シチューのレシピが記されており、玉ねぎ、ニンニク、ポロネギなどの野菜や、イノンド薬味、コリアンダーなどの香草と香辛料で風味が付けられていた。中世のイラクで書かれた料理のレシピ、そして近代以降のイラク料理の内容より、煮込み料理は、 イラク料理の主役の地位を保ち続けているとも言える。現在のイラクは古代メソポタミアと同じ自然環境に置かれており、北には乾燥した高地のアッシリア、南には中石紀ヒラノのバビロニアが存在する。古代アッシリアでは小麦が栽培され、寒冷な冬に備えてリンゴやカッカが植えられていた。一方、古代バビロニアでは米、大麦、 柑橘類が栽培されていた。20世紀がカバまでは農業がイラクの産業の中心であり、夏目やし、小麦、小麦粉、豆類が主な輸出品となっていた。イスラーム国家のアッバース朝がバグダードを首都に定めていた時代にイラクの食文化は最盛期を迎える。イラク料理はイラン、トルコ、インドからの影響を受け、 地域のアラブ料理と異なる特徴を持つに至った。米を使った、ブリアーニ。ブリアーニは、インド料理に起源を持つイラク料理である。イラク料理では、イラン料理同様に乾燥ライム、ヌーミーバスラが料理に使用されているが、これは、他のアラブ諸国の料理にはない特徴である。手間と時間をかけるアラブ料理の中でもイラク料理は、特にその傾向が強いと言われているが、イラク戦争中に女性が、 労働力として起用されるようになると、手間のかからない料理が求められるように言った。このため、調理の手間を省くファーストフード、冷凍食品、食品加工産業が拡大した。そして、戦争後に、多くのイラク人がヨルダン、シリアに亡命し、それらの国では彼らを対象としたイラク料理の店が、開店した。それらの国では、アラブ料理では使われないヌーミーバスラ、 イラク産の高級米であるアンバル米が市場に流通するようになった。イラン料理の食材には、洋肉、鶏肉、牛肉、魚が使われる。マスグフは、チグリス川で採れた鯉を背開きにして焼く、イラクの伝統料理である。イラク料理には米を使うものが多く、イラン料理と同じようにおこげ、ハッカーカが好まれている。炊いた白米の上に洋肉を乗せた料理クージー。 クッチには野菜のシチューであるモルガをかけて食べる。クッペ、カベは他のアラブ諸国ではひき肉やナッツ類をブルグルと呼ばれるひき割りの小麦で包んで揚げた料理を指しているが、イラクでは炊いた白米で具を包むクッペが出されることが多い。ブルグルは古代アッシリアの時代からイラクの主食とされ多くの料理に用いられている。また、イラク北部のモースルでは 米ではなく、ブルクルで具を包み、独特の平らな形のくっぺが、名物となっている。イラク料理には、豆類が多用され、特にそら豆が好まれている。肉と、野菜やそら豆に、レモンの風味をつけて煮込み、パンにかける、ティジュリーブは、庶民の料理である。紅茶を入れる時にはサモアールを使って、茶を煮出す。煮出した紅茶を入れたやかんを熱湯を入れたやかんに入れて、 保温し、紅茶が濃くなりすぎると保温用の熱湯を使って紅茶を薄める。乾燥ライムを煮出して砂糖を加えたハームズはイラン料理にはないイラク独特の飲料である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。